はい、まあ、大阪、まあ、関西、まあ、広く含めてなんですけど、まあ、釣りの経験はちょこちょこあるんですよね。で、まあ、和歌山までは行かないけど、まあ、南側もやったし、の神戸寄りのエリアもやったし、でおかっぱりも、ボートも含めてちょこちょこはやってます。うん、東京に比べるとストラクチャーもいっぱいあるし、まあ、東京よりも細い川が多いですね。だそういう小場所がいっぱいあるイメージで、まあ、大阪の方行けば大きな川もあるし、で神戸の方によれば、まあ、ちゃんと水が流れてるそれなりの、まあ、中規模消火栓もあるし、で海が近いし、まあ、コンパクトにまとまってるなってイメージもあるんですけど、まあ、東京にない部分、やっぱそういうドブ川みたいな細い河川プラス、まあ、海の水が強いっていうイメージがあるかな。今回この阪神間のエリアでやった釣りでいうと、まあ、一つは小場所を叩いていく、ピンを打っていくような釣りですね。なので、まあ、基本的には5つの魚、1本とか2本しかついていないような魚をこう拾っていくような展開の釣りをしていきました。まあ、なので、まあ、ルアーもそうなんだけど、なるべく1投目2投目で何か反応が取れるような、なるべく正解に近いようなルアーセレクトを心がけてアプローチしていくっていう展開で、もう一つはまあオープンエリアですね。オープンエリアになってくると、まあ、ベイト次第っていうところがかなり大きいんですけど、まあ、ベイトって言ってもその回遊性の高いベイト、まあ、イナコの群れだったりイワシ、まあ、それ以外にもいると思うんですけど、まあ、そういった群れのベイトですね、そういうのについた魚を、見つけて、流れのよれだったり潮目、まあ、地形変化を探っていくような、まあ、釣りをしていきました。いいよね。結構水深あったんですね。これでこもも8号で上から様子見ます。絶妙な角度でロープ入ってんね。うう、反応した。おお、反応した。ちょっと寝かします。
ひびれ。やってしまいました。寝かせといたのに。シーバスか。なんだ。うなぎ。うなぎ。うなぎ。すげえ、すげえな、すげえすげえガツン来たよ。どうしたらいいんだ俺。キャッチ&リリース成功です。疲れた。どっと疲れたぞ今の。もう釣れる気がしないよ。こっちの港湾、まあ、東京と比べるとやっぱ海に近いというか、まあ、東京はねだいぶ奥まってるところにあるんで、こっちの港湾ほどやっぱ流れとかも出ないんですよね。でこっち実際やってみて、港湾なのに川みたいにガンガン流れるエリアもあったりとかで、まあ、港湾といっても一つ内側の運河とかもう一つ内側の運河までの距離が海からすごく近いので、回遊性の高いベイトが奥まで入るイメージが強いですね。で東京なんかは逆に1本2本3本奥まで行くと、なかなかそういうイワシとかサッパっていうのが効率よく入ってくんない。まあ一回入っちゃうとなかなか抜けないんですけど、まあそういうところの違いはあるんじゃないかなと思いますね。いいハゼだな。切れた。なんで？なんで切れた？気づいてたの？あ、なんか障害物だ。ばっくり引かれてる。確実に取りに行くんだったらこういう感じなんだよな。さっきのコモモカチゴとか。
その心は。邪道だったら5389、昔だったらチュンドケイテ。おとなしい動きがいいってことですか、レンジ。ある程度ね、早く引きたいんだよね。まあスーさんで邪悪しながらとかでもいいんだけど、ただこういう水深の浅いところだと潜らせるよりは上っ面でこう誘い出した方が早いかな、経験上。ボラちゃんだらけで、なるほど、ダンパーがあるんだね。うわ、ビビった、ネズミ。イワシ入ってんね、本当に。とこう、まあまあいいですね。すげえ勢いでひったくってた。60ぐらいありそうですね。やっと後半1本出ました。60ぐらいあるかな、あるかないかぐらい。まあ、ケータで岸際のね、ダンパー、船が当たってもいいようにダンパーがついてるんですけど、それに当てながら際引いてきたら食いましたね、抜けた瞬間に。だケータなんである程度潜ってるんですよね。1メートルは潜ってないかな、7、80ぐらい潜らせながらダンパー当てて抜けた瞬間にゴンでしたね。いい？いいよ。コンディションいいな、やっぱ秋の魚って感じですね。流れはなさそうですね。だいぶぼんやり明暗だね、これ。
何で行ったらいいんだろうね。これは生後、今のは生後、これも生、あ、これはイワシ、あれもイワシ、これサヨリ、サヨリだよこれ。ほら。来ましたね。川も110、てかサイズも多分悪くないと思う。おう、よしよしよし、よっしゃー、これ結構重たいっすよ、魚のサイズの割に。よし、結構いいんじゃないですか、コンディションも60多分5ぐらい。よし、カーム110、結構 ぼやっとした明暗なんですけど、暗い中に入れて明るい方にゆっくり引っ張ってきたら食ったんですね。で全然なんかミノ流れもないんで、ミノとか入れる気がしなかったんで、ちょっと最初からちょっと新編でやってみました。